ディムボルギルは、ノルウェー出身のシンフォニックブラックメタルバインド。同国で盛んなブラックメタルの代表的グループ。バンド名の由来は、アイスランドの溶岩でできた名所の地名で、暗黒の城を意味する。ファーストアルバムの、暗黒の宮殿から、油肌ブ,ブラまでの国内版を発売した、アバロンレイベルでは、ディムボガーという表記を用いていたが、ワードレコーズが配給する。 イオニアンからはより言語に近いリム・ボルギルという表記へと変更された。デスメタル、ブラックメタルバンドを多く輩出しているスカンジナビアファント、ノルウェー出身のバンドでシャグラット、シレノス、トゥーダルフラによって1993年に結成された。2001年には東京、大阪での来日ライブを行っている。 この来日の模様は DVD で発売されたワールドミサントロピーに一部収録されている。また、1999年、2004年にも来日するとアナウンスされていたが、どちらもキャンセルされている。しかし、2011年に10年ぶりの来日、東京、名古屋、大阪でのライブを行った。2018年に3度目の来日を果たした。ファースト。 セカンドアルバムは、ブラックメタルらしい、アンダーグラウンド要素の強い音楽に、幻想的で、悲壮感の漂うキーボードが融合された作品だったが、レコード会社を、ニュークリアブラストに移籍後のサードアルバム以降からは、シンフォニック色が強まり、フルオーケストラを起用するなど、メジャーシーンに躍り出るバンドとなった。現在では、クレードル・オブ・フィルスと並ぶ。 世界でも人気の高いブラックメタルバンドである。過去にノルウェー国王の前で演奏を披露したこともある。また2007年発売のセブンスアルバムインソルテディアボリは本国ノルウェーのチャートで1位を獲得し、また、米国のビルボード氏にも43位にチャートインされた。1999年頃までの作品はダークスロン、メーヘム、バトーリ、エンペラー、セルティックフロスト、 イモータル、ベノム、アイアン・メイデンから強い影響を受けていた。続く2000年代には、アントネン・ド・ボルザーク、エンリチャード・ワーグナー、フレデリック・ショパンなどの作曲家から影響を受けた音楽性となっている。サポート、ありがとうございます。